チャオこんにちは、パスタマニアです。今日は久々にイワシのパスタ、パスタコンサルデっていうね、シチリアの定番パスタ料理ですね。これを作ってみたいと思います。さあ、美味しくできるでしょうか。それでは最後までじっくりご覧ください。どうぞ。イワシは1尾、今日は肉厚のイワシが手に入ったので美味しくできそうですよ。尻尾を取り除いたら4等分ぐらい。僕は小麦粉をまぶして焼くのが好きです。たっぷりね。表と裏両方ともしっかりつけてよくまぶしておきます。あと塩コショウも忘れないように。これはフェンネル。あまり売ってないけど、たまたま八百屋さんで立派なフェンネルが目に入ったので買ってみました。今日はたっぷり使いますよ。ニンニクを潰します。これは松の実です。中華料理の食材コーナーに行くと見つけられますよ。空炒りしてちょっと焦げ目がつくぐらいな感じで引き上げておきます。油が出てきてね、美味しくなるんですよ。シチリア料理に松の実って欠かせないんだよね。あとでトマトソースに加えます。ニンニクと鷹の爪をオリーブオイルで熱していきます。ガーリックオイルですね。冷たいところから火をつけます。最初強火で、ふつふつしてきたら弱火に落としてじっくりときつね色に炒めます。そこに刻んだフェンネルも加えて少し、あと飾り用のフェンネルも残していきます。いい香りが出ますよ。ここで一旦唐辛子とニンニクは取り外しておきます。はい、そこにオリーブオイルをまた加えて小麦粉をまぶしたイワシを焼いていきます。まず背中の面から皮の方から炒めていきます。こんがりとね。そうこんな感じで、で皮の面が炒まったら今度は逆にして腹の方を炒めていきます。途中で半分に割っていきます。崩れやすいので丁寧に扱った方がいいと思いますよ。さあ、そこにトマトピューレを加えます。今日は 200cc たっぷり入れました。1人前 100cc ってとこかな。これを弱火で煮詰めていきます。あ、さっき炒めた松の実もここで加えて、胡椒を引いたら
ガーリックペーストじゃないや、アンチョビペーストですね。いつものパターンです。パスタが茹で上がるまで、今日のパスタは12分茹での 1.9 ミリです。10分で引き上げてパスタソースに混ぜていきます。今日たまたま新鮮なフェンネルの束と分厚いイワシがあったので、つい思い出して、作ろうと思いました。このイワシのパスタっていうのは、あのナスのトマトソースと並んで、シチリアの人にとっては何だろうな、すごい懐かしい感じのスタンダードなお味らしいですね。まあ何度かシチリア行きましたけど、真夏のナスのね、美味しいトマトソースパスタとこのイワシのパスタは忘れられない一品です。でイワシは小麦粉をはたいてソテーしたんですけど、まあこれあの小麦粉をはたくはたかないは人によって違うみたいですね。フェンネルっていうのがちょっと独特な香りがするので、まあ、それがちょっとこうアラブチックな感じなんですよね。でも大変美味しくいただきました。ちなみにそのシチリアとかイタリアの海岸沿いって魚は当然豊富に取れるんですけども、あんまり鮮度は良くないんですよ。だいたい氷漬けされたまんまで運ばれて、翌日にはもう食べちゃうみたいな感じ。だから日本のようなあのすごい鮮度のいい魚を思ったらちょっと間違いで、当然火を入れないと魚は食べてはいけないと、これがまあ常識なわけですよね。たまにシチリアの海岸なんかで生のエビとか、ちょうどなんだろう、金沢の甘エビみたいな感じで出してくれる店があるんですけど、まあオリーブオイルとねレモンをかけて食べるんだけど、そういうのは本当に例外です。まず生の魚に対して、日本人のような親しみはなくて、もう必ず火は入れるものという感じですね。だからこのイワシもたっぷり火を通して作りました。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた。チャオチャオ。シベではまた。